サーヤンが起こしてくれんと私ガチでガチでガチでもう寝るガチで寝るんだけどこうやってもちょっとチルってたよねガチで寝るんですけどやばいやばい、ほんま今日はちょっともう今日という概念はないんですけど、今日は昨日からが今日です。私の日本語合ってる？こんばんは。今はクアラルンプールにいます。昨日はずっと移動だったからなんか寝れなくて、機内で寝れたらよかったんですけど寝れなかったので、寝てない。時差はね1時間、1時間こっちがは遅いのか、だからまだねみんなより1時間前なんですよこちら。いや違うよね、飛行機で寝ようと思ったんだけど、で寝かけてたんだけど、そしたらなんか機内食がやってきたからもう目が覚めちゃった。という感じで今日は1日マレーシア、飛行時間どれぐらいって、なんかどれぐらいだったんだろう、でも合計したら7時間半とかかなという感じです。そういう感じです。今日何したっけ、なんかすごいすごい非日常だった。全てが祭りや祭り、確かに祭りだ、祭りや。言葉は通じないし、お金の値段も違う。おお、ご飯は美味しかった。花火すごい。安いってそんな、なんか、買い物とかもしたけど、見たけど、そんなかも。金魚かわいい。
知れない。うん、ショールームしてる中でこの5年間で一番寝そう。寝なさい。そう、寝よう。もう寝るんですけどね。どうかね。いや。え、なんで皆さん今私がどこにいるか知ってるんですか。どこにいるの。何知ってるの。え、言ってないです。言ってないのに。何でしたの。沖縄。あ、なおさん、ありがとう。沖縄。沖縄。ありがとう。お礼いたします。そのまま寝ても56分後には。でもなんで配信してるかというと。今寝落ちてもサーヤンがいるから、うん、何してるんですか。多分起こしてくれますから。起こせよ。半目になってるよ。なんでわかるの。今23時？ちら、ちらり。あ、起きてますね。さやかに。今日はさやんとカフェに行った。行ったね。すごいカフェ行ったね。すごいカフェ行ったよね。サーヤンがね、見つけてきた。え、やめて。サーヤンが見つけてきた。やめて。そんな私の。そうだよ、私が見つけたんだけど。なんかね、時間、ちょっと空きの時間があったから、うん、2人でサーヤンが見つけてきたカフェに行ったんですけど、そこがねすごくすごい、あの海外のね、なんて言うんだろう、いい人生経験になりましたね。いや、ほんと人生経験になったよ。びっくりしました。すごいおしゃれなカフェだったんですけど、うん、まずその席に座るだけで1万円かかるんですよ。なんかテラス外、なんか外のテラス席みたいなとこがあって、で室内も席あったんですけど、室内は誰も いなかったけど、なんか空いてない、座れないみたいで、スリーハンドレッドって言われて、うん、スリーハンドレッド、スリーハンドレッド、
で食べ物も一人食べ物と飲み物をそれぞれ一個ずつ頼まなきゃいけなくて、でも最初さ一人ワンドリンクでよかったよね。え？最初は一人ワンドリンクでよかったのに、だんだんなんかフードもみたいな。そう、初めは一人は多分一人ワンドリンクでよかったんだけど、多分私たちが理解してなかったからどんどんフードも絶対みたいな感じになって。え、フードは？え？え、初め言ってなかったよねみたいな。でもなんか。お店の方もうんみたいな。お店の人もなんかさ、うん、目がさもうさ目がもうなんかお願いしますみたいな目しとったやん。うん、うん、まあ、絶対にもう注文してお願いみたいな目やったけん、もうじゃあ人生経験としてもういいかってなって楽しみました。うん、楽しみました。でも美味しかったよね。え、でも、うん、美味しかったよ。なんか口コミさ、でそのなんかお店入ってもう注文した後にそのお店の口コミ調べたら、うんうん、星1でなんかボロボロでした。ボロボロに書かれとって、やっぱり私たちが今まで受けてきたことをすべて書かれてて、さら、うん、になんか味もなんか、うん、いまいちっていうか、なんかでも味は詳しくね、美味しかった。うん、えでもそれ美味しかったよね。よかった。1時間持ってるんですか。頼んでから1時間待ちました。うんうん、来るまで1時間取ったよ。で私もう途中寝とったもん。寝てたね。サーヤの充電が切れてた時があって、サングラスかけてサーヤ寝てましたもん。いやー本当にあるんだね。気をつけなきゃ。もう現実から逃げたくなって、もうサングラスして寝てました。眠くなっちゃった。からもうちょっと怖くなっちゃって、ね、さっきコンビニとかで食べ物とか飲み物とか水とか買ったんですけど、もうレジもマネージャーさんにやってもらった。マネージャーさんに財布渡してやってもらった。いやもうやばい、最後にだもん。でもそのレジの人優しかった。あ、そうなん。え、なんか水買ったんやけど、うんうん、一番高い水買ってて、うん、多分お店の中で、うん、これを買えるのかみたいな、うん、言われて、うん、これはあのなんだっけ高いって英語で、その時分かったんだけど、その英語で高いって言われて、うん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 、それで、うん、安い方の水に変えた。変えてもらった、うん、優しいね。優しかった。よかった。エクスペンシブ、そう、エクスペンシブ、エクスペンシブ。もう私たち全然さ、なんか英語わからんくてさ、ファッションでいけるよねって言ったけどさ、全然いけないの。ファッション。やっぱ英語って大事。私も全然わかんなくて、すべて違う方に捉えて。なんかさ、飛行機の隣の時さ。言ってなかったっけ。そう、なんかイヤホンしないでくださいって言われてるのに、なんかなんてかな、なんか私間違えてなんか言ったよ。なんて言ってたっけ。なんか言ったよな。なんか変なことさえ言ってて、だって私がイヤホンだよって言って。ね、でもちゃんと言ってたよね。いや、あ、そう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 、いやなんとかなんとかって言ってたの。うん、キングなんだっけ。全然違う風に、え、うん、なんとかとか言ってて、なんとか違うよ、忘れちゃったな。うわ、でもそのマネージャーさんがさ、うん、英語できることね、
なんか一回外国に行ったことある。そうなの。うん、らしいよ。一回？一回だけらしい。なのにもうなんかなんだろう、プリーズオーダーみたいなこと言って行ったか。え、普通になんか喋ってない？え、喋ってる。タクシーとかも。いや。いや？いやって言っちゃってる。そう。え、私やったらイエスとかなのに。うん。いや。いやって言ってる。なんとかレフトとか。うん。ストレート。言ったよね。うん。ストレートって？ここのタクシー安い。安いね。素晴らしい。すごいな。しかも奇跡起きたよね。帰り。何の音？私の携帯が落ちた。あ、びっくりした。奇跡。うん、最後帰りさ、タクシー捕まらんってなったけどさ、うん、あの駐車場のさ、とこに止まっとったやん、奇跡的に、うん、タクシーが。で偶然乗れた。いいですかって言ったら、ね、なんかかっこよかったの。サングラスかけて。めっちゃ急いどってね。めっちゃ急いどってか。そう。時間に追われてましたから。本当よ。思い出作ろうね、まだまだ。わかんない、私はもう私はもうちょっとホテルに引きこもって思い出作れないかもしれない。せっかく来たんだよ、せっかくホテルに引きこもっとくかもしれない。せっかく来たんだよ、せっかく作れたら作ろうよ。せっかく来たのや。もう一生来れないかもしれないよ。作れたら作っていこう、うん、作れたら作っていこう。ちょっとそうね、確かになんかちょっと歩いたよね、道をね。ちょっと歩いたけど、さらかに。え、私がおかしいのかな。大丈夫。やばい、ここ大丈夫、ここ歩いても大丈夫。大丈夫って。もやっぱタクシーで行こうよ。確かにね、ちょっとね、まあ、場所によるけど。え、でも夜は、あー夜ね、怖いよね。そう、なんか夜怖いね。めちゃめちゃでかい、うん、ネズミがさっきいた。見たかった。本当？猫かと思った。あら、猫もいたね。猫おったよね、あれ猫よね多分ね。その猫もさ、なんか私たちのことを誰だみたいな顔で見てきた。でもまさにそんな顔されたね。うん、全然あの逃げたりせん。可愛かった。うん、可愛かった。猫は世界共通で可愛い。おめえ誰だ、うん、誰だみたいな顔して。でも尻尾がすごい大きかったけどね、あまり見ない猫ちゃんだったけど。野良猫ちゃんだと思う。草食べてた。草食べてたけど、犬はまだ見てないな。そうなんだ。でもご飯美味しいよね。美味しい。ご飯めっちゃ美味しい。昼
夜、うん、マレーシア料理だったかな、うんうんうん、おいしいおいしいおいしい、ナシゴレン、ナシゴレンが良い。これナシゴレンなの、マレーシア料理。ちょっとあれですよ、ピリ辛の、ピリ辛のご飯も。やつじゃなくて。そうなの。ご飯美味しいだけでも最高ですね。ねえ、さやかりん。うん、あれれ確かに、ね、私もそう思う。あれれ確かにそう思うな。お作ろうね、作る。明日も明後日はね本番だしね、思い出作ろうというか頑張ろうね。明日も、うん、明後日とか楽しもうね。あれ返事が、ま、うん、楽しもうか。楽しむって言っても人それぞれ、あ、確かに楽しみがあるかも。夢の中で楽しもうかな。でも普通に考えてさ、明日さ、うんうん、一日ホテルで寝るっていうのはもったいないんかな。もったいない、人生においてもったいない。いつだってできるから。確かに確かに、それはそうだけど、ね、それはそうよね、うん、そっか、そっか、行こうな。でも寝よっかな今何時なんだろう。お風呂入る？入る、うん、お風呂入る、入ろうか。チャーハン食べてる場合じゃない。今日なんかチャーハン食べた、食べたね、夜。美味しかった。美味しかったね。浴槽ないね。ないよね。シャワー、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 シャンプー持ってきた。持ってきたよ。よかった。天気はなんかいいのか悪いのか分からん。急に雨降ったりせん？うん、スコール気圧なんかな、関係で。あ、シンデレラありがとうございます。先生、サニバ先生、ガラスガール連載の、あの、選んでもらいました。イエーイ。そう、さやかりに見てくれたいね。ありがとうございます。めっちゃ可愛く描いてもらって。1時間前からセットしてくれてね、嬉しい。発信者のポスト見たよ。ココアさんお会いできました。うん、あった。嬉しかった。お元気そうで。おかわりなかったね。おかわりなかった。みんなと友達だったの。すごい。日本でも友達、みんなと友達だったけど。ね、こちら側でも。ココアさん。
ギフトありがとうございます。全然読めてなくてちょっと申し訳なかった。ありがとう、ありがとうね。私はそろそろ寝ますね。はい、くしゃみ出そう。めっちゃ今日くしゃみ出る。出るよね。めっちゃくしゃみ出る。ちょっとこの後はもうとりあえずお風呂に入ろう。入りな。眠いわ、なんか眠いよ、なんか眠い。ついじゃあどんぐらい配信できたのかわかんないけど、うん、何分ぐらいしてるのかしら、うん、明日観光楽しんでって。うん、ちょっと 寝てみますね。とりあえずね、行く方向で。でも行きたいんよ。行きたい気持ちはね、うん、あるけど、明日私が起きれるのかどうか、うん、誕生日ます。でだん13位みーか、12位やまいさん、11位みつるんさん、10位かずさん、さやかに楽しい、9位ひゅうがひゃんさん、8位ちくわドーナツさん、7位ゆういちさん、6位とらさん、5位かずささん、4位ゆずきちさん、3位つなさん、2位しょういちさん、そして1位お疲れさんです。ありがとうございました。ありがとう。普段あんまりこういう配信しないように、できる時しかしないようにしてるんですけど、だから今日はちょっと申し訳ないけど今の私でした。すごい、なんか代弁しました。フォローしてくれてる。それじゃあね、またお会いしましょう。じゃ、おやすみなさい。バイバイ。以上、マレーシアからでした。バイバイ。今日まだ全然何にも遅れてないから、また後々ね、写真とかいろいろ上げていきます。バイバイ。